こんにちは天羅万象久保田雅です今月の10日頃に頻発した太陽面の爆発フレア現象の影響でですね日本も含めて世界各地の普段はなかなか見られない緯度の空にオーロラがたくさん現れましたでこれ私の背景はですね5月11日にあのヨーロッパドイツのヘッセン州トライスベルクの空を染めたオーロラなんですけども なんとも言えない感じですよね非常に美しいんですけども異形の念を覚えるような情景でもありますでは今回のオーロラ海外のものをいくつか紹介します今月10日にイギリス・イングランド北東部にあって北海に面する保養地ウィットリーベイの夜空に現れたオーロラです ここは北緯50度と、まあの日本でいうと北海道の稚内よりも10度北になるんですが、まあそれでも普段はオーロラが出る井戸ではありません。で、なんか空を見上げる多くの人集まってますよね。緑とピンク、赤のグラデーションがとても美しいです。でこちらはイギリスのまあ本島といいますかグレートブリテン島とアイルランド島の間にあるアイリッシュ海の空に現れたオーロラのグラデーションです。 まあこの色は主に現れる高度と太陽からの粒子と作用する酸素や窒素の分子原子などによって違いが出ます。イタリア、オーストリア、そしてクロアチアに囲まれたスロベニアに現れた5月11日のオーロラです。北の空が赤く染まっています。でこの赤いオーロラは高度が200キロメートルほどもあるため、まあ、低い手前にある雲がシルエットになってなんか幻想的ですよね。 次は北米です。アメリカ、サンフランシスコの市外の、少し北からのオーロラです。これ、画面の真ん中の少し上に、ポツンと星があるんですが、実はこれ、は北極星で、カメラは真北を向いています。で、サンフランシスコは北緯が三十八度ぐらいで、だいたい、まあ、あの日本でいう仙台市ほどの緯度です。で、オーロラはですね。このサンフランシスコから千キロメートルほども、北の彼方の上空にあるんですね。 で高度100キロメートルほどで輝く緑の部分が地平線すれすれ、200キロメートルから300キロメートルで輝く赤や紫がかった部分がその上に重なって見えています。そしてこちらはアメリカの東海岸側、ニューヨークの北東600キロメートルほどにあるメイン州マーサーという町で撮影されたオーロラです。ここは北緯はわっかないと同じ45度ほど。 でオーロラの緑の部分が、いわゆるあのカーテンのような形にも見えていますよね。はっきり見えています。低緯度オーロラとしてはかなり本格的です。さて、このオーロラというものはですね、まあ、簡単に言うと、太陽から流れ出す電気を帯びた粒子、陽子とか電子がですね、えー、これは太陽風、太陽の風と書きますけど、これで地球の 方にやってきて、磁石の性質を持つ、地球の極地方に引き寄せられて、上空の窒素や酸素の原子を刺激して発光する現象であります。で、今回世界規模のオーロラの発生につながったのはですね。5月の2日頃から11日にかけて、太陽面に最近ではない頻度で発生した爆発フレアによる太陽物質の放出でした。 で太陽面爆発フレアは太陽活動の活発な時期に大きな黒点を伴ってと、黒点に伴って起きることが多いんです。これはですね、あの私が5月11日に自宅の合径10センチの望遠鏡にフィルターをつけて撮影した太陽面です。右の方が西になります。で右下にとても目立つ黒点がありますよね。これ肉眼でも見え,見えました。 で、太陽の自転のために表面の黒点などは地球から見ると27日ぐらいで太陽像をぐるりと一周してきます。で、この大黒点は5月の初めにこの太陽の左側の端に見え始めてフレアを起こしながら次第に右、つまり西の方に移動していったんです。で、この太陽を水素の出す赤い光 Hα 光で見ると太陽面のとても複雑な様子がわかるんです。はい。 これは水素の光 H アルファ線で撮影した太陽面です。で、太陽自体は90%ほどが水素でできているので、H アルファだけを通す特殊なフィルターをつけた太陽専用望遠鏡で観測すると、まあ、このように太陽面の複雑な様子、黒点付近を中心に白く輝く活発な部分などをはっきりと見ることができます。また、太陽の周辺から吹き上がるプロミネンスと呼ばれる赤い炎を見ることもできるんですね。 このプロミネンスアーチ状ですけれどもアーチのアーチに沿って地球が25個ぐらい並ぶ大きさがあるんですそして黒点あたりで白く輝いているのがフレアと関連する高温で活発な部分ですさて今の2つの私の撮影からおよそ9時間後に NASA の太陽観測衛星ソーラーダイナミックスオブザーバートリー SDO が撮影した非常に波長の短い光での太陽です で、この画像に映し出されているのは、およそ600万度という超高温領域の太陽画像なんですね。で、右下、あのさっきの大黒点があったあたりに白く輝く噴出が見えますが、これが太陽フレアです。では、この SDO の画像をちょっと動画で見ていきましょう。SDO の連続撮影で太陽の時点がよくわかります。で、活動的な部分で白くフラッシュのように輝くのがフレアです。 大きなフレア爆発のエネルギーは水素爆弾数億個分とも言われています。まあ、このように地球に向いた面で起きるフレアは地球への影響に直結します。これは緑の画像と同じタイミングで少し波長の長い光で撮影したものです。表現されている中心温度は5万度でフレアも見えますけども、太陽表面の活動層と吹き上がるプロミネンスがはっきりと映し出されています。ダイナミックな太陽活動がうかがえます。 最近太陽フレアがです、ね、人間の活動に与える影響への関心が非常に高まっていてある種の危機感さえ持たれていますそれはなぜかというと人間の活動生活動生インフラななどが高度に電子化されてきてきいることなんですねまたより太陽の影響を受ける大気圏の外にはです、ね、気象衛星、通信衛星放送衛星そして地球観測を担った多数のさまざまな種類の人工衛星 さらにはさらにはまあ人間が常駐する宇宙ステーションまである時代だからなんですねで、太陽フレアが放出するのは電気を帯びた大量の粒子や強力な放射線ですまあ高度に電子化されてきた文明や宇宙空間にまで進出している人類にとってはこれは大きな脅威になるわけなんです国立研究開発法人情報通信研究機構 NICT という機関があります 太陽活動や宇宙環境変動など、宇宙天気の観測を行って、刻々変わる現在の状況、そしてその推移に関する情報提供をしている組織です。で NICT のまとめた資料をもとに、太陽フレアによる地球への影響をちょっと CG にしてみました、えー。ちなみに太陽と地球の距離は平均距離で1億4960万キロメートル、まあざっと1億5000万キロメートルです。 まあこの5月のような大きな黒点が現れる太陽活動の活発な時期にはフレアがしばしば起きます、まあ、今図で表しましたけどここでは特に大規模な太陽フレアが発生したことにしましょうフレアの発生は光の速度で地球に伝わるのでおよそ実際に発生してから8分19秒後に地球で感知されますあフレアだとでこの時フレアとともに放出されるエネルギーの高い X 線などの放射線もこれは光の速度でやってきますから フレア発生だとなったときには、すでに同時に X 線やガンマ線は地球に届いているわけなんですね。ですから、大気圏の外にいる有人宇宙船やステーションが昼の側にいると、警告するよりも早く放射線にさらされてしまうことになるんです。でフレアは高いエネルギーの水素の原子核、陽子を放出します。まあ、これは早いと30分ぐらいで地球に到達します。 この高いエネルギーの粒子、地球の磁気圏にキャッチされて、地球を取り巻く放射線体の放射線量を増加させる働きがあります。まあ、これもまた、地球周回軌道にいる宇宙飛行士には悪影響がありますし、人工衛星の様々な機能を損なったりするんです。さらに、上空の電離層の密度に影響して、単波通信ができなくなるといった影響があります。でフレアではですね、 コロナ質量放出 CME という現象を伴うことが多くて宇宙空間に数億トンから数十億トンもの電離したガスプラズマというものを打ち出すんです。これは NASA の太陽観測衛星が撮影したその噴出の様子です。ねじれた磁力線が弾けるときにプラズマを宇宙空間に放出するんですね。で、このコロナ質量放出は 普段太陽から流れ出している粒子の流れいわゆる太陽風よりも速度もエネルギーも高くてこの質量放出が起きると太陽系空間の太陽風がかき乱されるんです。でこのの太陽プラザマが地球磁気圏に到達すると、 地球の磁力線に捉えられて地球の両極の上空に流れ込んでいきますまあ、オーロラ活動が激しくなったりするわけですねですからその時には今回のように普段見える高緯度だけではなくて日本のような中緯度あるいはもっと低緯度の空にもオーロラが現れたりするわけですで、この活発なオーロラ活動だけならいいんですけども大きなフレアは地球を取り巻く電離圏熱圏放射線帯を刺激してさまざまな現象を引き起こします あの電離層の変化で、えー、通信に障害が起きますし、地上の高圧線などに大きな電圧のパルスを起こすんです。で、そうしますと変電設備などのブレーカーが作動して大規模な停電を起こしたり、送電設備などが焼き切れるといった障害が起きるんです。で、1989年に起きたフレアに伴う現象では、まあ実際に北アメリカで大規模な停電が発生して大問題となりました。 まあこの太陽フレアの規模というのは様々なんですけどエネルギーの規模の大きなものほどまあ数は少ない頻度は少なくなるという意味ではまあ地球上のえ大規模な地震巨大地震と同じですねマグニチュード大きいものほどまあ数は少なくなっていくというその関係と似ていますでフレアの規模は普通放出する X 線の強度で分類するんですがおおむね X 線の強度が10倍になると発生水は10分の1になるといった関係になりますで そうした中でで今危惧されているののは100年に一度級の大規模ななフレアなんですこの規模のフレアでも、まあ、あの地球からは見えない太陽の裏側向こう側で起きれば余波はあっても深刻な影響とまではいかないと思いますしかしもし地球から見た太陽のこちらがそれも地球から見て太陽のちょうど真ん中あたり正面で発生したら大変なんですね、えー、こんな感じなんですがフレアが放出する その放射線、電気を帯びた粒子、そして噴出する太陽物質がまともに地球に向かってくる、直撃することになって、まあ、先ほど説明したようなことが起こる恐れが極めて大きいからです。で、総務省の有識者会議なんですが、大規模な太陽フレアが社会にもたらす被害の想定について報告書というものをまとめているんです。 その報告書100ページを超える大変なものなんですけれども、この中でも滅多にない,ないけれども、まあリスクは常にある大規模な太陽フレアによってどんなことを、ま、起きるが起きるのかまとめた図というものがあります。これ真ん中の10年から数十年に一度の規模のフレアでも現代社会への影響は大きいんですけれども、左上の赤いその楕円の部分ですね。 数百年から1000年に一度級の大規模フレアによる極端な宇宙天気現象で何が起こるかの箇条書き、これ、危機感が現れています、右上の赤い横文字、箇条書きです。地球の磁気や電離層に大きな影響が出るため、通信インフラ全般に障害が発生して、携帯電話やデータの通信、テレビ放送などが全面的、あるいは断続的に利用できなくなる恐れがある。 それから最も身近な通信機器である携帯電話が断続的に利用できなくなること GPS 衛星がダメージを受けることでカーナビゲーションや自動運転の精度が落ちて事故が発生するリスクが高まること現代社会をバックグラウンドで支える多くの人工衛星が故障したり失われることこれによって例えば気象衛星の観測や通信衛星が使えなくなる恐れがあるというわけですね。それから航空機の飛行や 船舶の運航に大きな支障が考えられて運航が困難になってしまうことで送電線などに高電圧のパルスが発生して電力設備が誤作動でシャットダウン大規模な停電が起きることなど実に広範囲に障害が発生することが挙げられています。 で、有識者会議の報告,書で報告書ではですね、大規模なフレアに伴って、えー、どのようなことが起こるかということに、えー、考えられるのかということに加えて、その対策として、電離層の乱れに強い緊急用の優先通信を整備したり、まあ、何より太陽活動の監視と、そして見通しに基づく予報、フレアが発生したときに、 電力や通信関係、そして産業界、さらには国民にですね、いち早い警報システムを、警報を出すシステムの整備の重要性などを提言しているんです。また民間にはあの宇宙天気予報士という資格を作って、太陽に関するデータを読み取れる人材を増やしてフレアに備えることも提言しているのが特徴です。さあ太陽活動は意味今,今ピークを迎えようとしています。 フレアの発生とも相関関係のある黒点の数で見る太陽活動は11年ほどの周期で上昇と下降を繰り返してきました。で、前回の活動のピークは2014年で2019年の暮れに底を打って、で、その後2022年頃から黒点の数などが急速に増えつつあります。で、まあ右の端の方ですね、最近は日々の黒点数が前回のピークを超える数字を叩き出すようにもなってきているんです。 現在上昇中の第25太陽活動期ですけども、これは来年あたり極大を迎える見込みなんですね。もちろん、まあだからといってすぐ破局的な大クフレアが起きるんだという話ではもちろんないんですけども、フレアそのものの発生頻度や確率は高い時期を迎えている。これは確かです。で、宇宙天気について研究と対応が先行している欧米を追う日本なんですけども、まああの数百年や千年に一度の巨大フレア、もしも それが起きてしまったとき、まあ、ここまでいろいろと提言もしているわけですから、単なる想定外で済ませるわけにはいきません。天田万象でした。